ここは、太一堂と言われるところでございます。丘公園の、東に隣接するという、位置にあります。この丘公園自身も、ご存じ通り、竹内街道のモニュメントが置いてありますので、また後ほど、見ていただければいいかな、このように思います。この丘公園自身も半分はもともと池で、埋め立てているということも、記憶に入れておいていただければいいかな。そしてこの大、太子堂ですけれども、これは高野山で修行された、神田角栄氏が、ずっと守ってこられまして、現在は、この太子公、観音公という、方々がこの建物自身を、管理されております。でこの中には、3つの像が、祀られておりますので、1つは、千手観音、で1つは、弘法大師像、でもう1つは、不動明王、この3つがありますので、できれば、中で、拝んでいただければいいかな、このように思います。